どうも、トライアングルです。普段ゆっくり実況をやってるんですけど、今日は地声で、今日からですかね、今日から、地声でやってきます。で、今回僕が作ったコースをある方にやってもらいます。僕です。出ると絶対分からんか、なんとなくもう分かる。いや、分からないでしょ。ポケ勢の人は分かると思うんですよ。はい、はい、ゴーヤ、スイカさんです。いや、ゴーヤちゃうわ。スイカです。はい、なんで、あと先に謝っておきます。今日スイカさんがまあやるんですけど、その前に4日ぐらい前に、コースをスイカさんのために作ってたんですよ、4つ。それが、全部消えて消えてしまって、そう片手間、マリオメーカーでステージをなんか再構築してる途中で僕片手間で動画撮影してたっていう。そう、まあ、ズミパーティー撮っててさ、声出さないのに必死ですもん。なんでちょっとそれ急遽作ったので、今まで作ったやつはまあいいや、とりあえずやる、とりあえずやる、とりあえずチュートリアルから、今回チュートリアル作ったんで、遊べんな。ちなみにスイカさん、マリオメーカーは Wii U 自体はほとんど初心者です。ありがとうございます。もうあのヨドハシでスマブラをちょっとさ、なんかやばい、はい、ジャンプどれ、ジャンプが、基本 Y ずっと持っといた方がいいです。基本 Y ずっと押しのなんかあれ、こんにちは。あ、ちょ、怖い、チュートリアルですよ、チュートリアル。これチュートリアル、絶対違う、あーい、基礎、まああの全然作るのがめんどくさかったとかそんなんでは全然ないです。あ、ミスった。で、ちなみにさっき言いかけたんですけど、説明させてくださいよ。説明ができない。さっき言いかけたんですけど、急遽作ったので、制作時間が3コースで20分ぐらいですかね。なんで、中間がないです。でも中間ない代わりにコースが、短いです。本当に短め。なんですかね、あの土管とかもないです。土管入って別のステージに入るとかそういうのないので、もうこれカットですよ。あ、ちょっと待って、あのハテナブロック次第ですよ。絶対なんかもう、はい、こんにちは、レイム。あ、こんにちは、こんにちは、こんにちは。動画見てる方なら分かってくれるから、こんにちは、こんにちは、こんにちは、って言ってくれてる。クッパが多分何発か、何十発か当てれば倒れるけど、こんにちは、あ、弱っ。基本交換ですね。あ、はい、え、はい、え、はい、頑張ってください。え、キラーちゃうの、なにこれ。キラーちゃうです。あれ、あ、大丈夫です。あ、怖い、行きますか。怖いわ。上からナイスです。怖いわ、はい、まあ、まずこれでチュートリアルは終わりです。なんか10機ぐらい消えた気がするけど。同じところで死んだと思うんやけど、その最初チュートリアルやった時にあの難しすぎるなと思って、あの簡単すぎるなと思ってクッパをポンって置いたんですよ。そしたらこんなに苦戦してくれると思う。お前クッパじゃなくて、あの崖、普通に崖のところ難しかったけど。あそこが一番難しかったけど俺。最初なんでね。で、今度水中ステージです。水ネズミ、水中、はい、水、あー、ゲストをね、ゲストはね、ゲストはね、あ、いいや、こっち行った、行っときゃ、あれ、わけはないっすね。これさ、ゲストに、はい、あ、ちょっとやばいスイカさん、スイカさんスイカさんのファンが、これ、ちょっと、あぶない、危ない、マリオ、あの、2ステージ目にして、初のキノコ。え、踏めんのこれ。踏めますよ、一応踏めます。踏めるんや。でも難しいです、結構。クッパ踏めるんや。クッパちゃうわ、クリボや。クッパ甘くんなって。クソダイヤモン、ちょっとグリボン降りて。クリボン、本当はそのパックン出てるとこもクリボンしたかったんです。あ、あ、やば、あ、あ、ちょっとクリボン撒いたぞ。じゃあクリボン、じゃあゲストを撒いたぞ、ゲスト、ゲスト撒いた。ちょっと、いけるじゃん、これ。お、ここ行っちゃって。お、ゴリ押し。ここ行っちゃ、お前、甘くんなって、お前。お、ちょっと、あちなみにフラワーだと、ゲストを倒せます。してます。かなりラグですね。あ、ちょっと。あ。しかしね、攻略法は分かったよ。攻略法は分かっちゃったから、もうこっちのものかな。結構きつくですよ。これはね、はい、分かりました。キノコが罠です。キノコが罠。お。キノコが罠な、罠なんですよ、これ。お、罠じゃないんですって言うとしたんですけど。お。これキノコが罠なんだよね。お。で、ここで、はい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 、ファイアボールを、おイカを、はい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 、イカ焼きにしていく、はい、
はい、うん、これ結構追いかけてくるんですよね。あ、気持ち悪い、確か気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。いや、よかった、なんとか。あの、小持ちゲストとか いたりしたら。いましたね、いましたね。いんの、そんな、はい、でちょっとか。あ、でも、あれです、出してないです。出してない、はい、今回出してないですね。あ、いるんで、ね、いるのね、はい、まあ、またそれぞれまた作ると思うんで。え、これどうすんの、にこれどうすんの、にどうすんさんですね。え、これ下、こっちっていうの、こっちでしょう。え、あ、あ、しまった。あ、制作ミス。制作ミスね、制作ミスって。作戦えらい作戦ミスって。このまますぐ行って、行くとワークリボーだけだって。あー、ちょっと、スター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 スじゃあ、次のここです。うわ、あれ、なんかサクサクいっちゃった、やっちゃった。あ、でもこっからですよ。ここが厳しいです。こっから、こっから個人的に結構厄介な感じにしました。もう音符マークついてるから楽しいようなステージなんじゃない。楽しいですよ、多分。あ、こういう感じのデザイン、懐かしいね、こういうの。ちょっと今回はどうなのかな。意外とこれであっさりクリアされると困るかなっていう。あ、やばそう、はい、これ。あ、なんかやばそう。今んとこ全部罠引っかかってくれてるんで。ああ、はいはいはい、チュートリアルも。あ、落ちた。惜しい。うまい、うまい、うまい。さあ、はい。あ、やばい、一発10ゲームだー。一発でよしって言っちゃったよし10ゲーム来いや10ゲーム来いや。おい、あぶれあぶれ、クマを隠らせない。あぶれあぶれあぶれ、ダメか。ありがとうございます。よかった。もうどんどん、もうコース作るの初めてなんで。あ、もう引っかかってくれるとめっちゃ嬉しいです。めっちゃ嬉しい、はい、でも一つ引っかからなかったんでしょ。あ、引っかからなかったです。どうでした。いや、この授業のさ、うん、投げてこうへんやん。いや、投げてくる、投げてくる。トゲゾウ今投げてます。トゲゾウはいるけどさ、たかが知れてるみたいな。いや、これがこっから自由に。なんかたかが知れてるみたいな。あ、なんか降ってきてんけど。バレた。なんか降ってきたぞ。バレた。お前なんか飛んできてんけど、なにこいつ。初めて見てんけど、これファイヤープクプクです。ファイヤープク、あの、海にいたじゃないですか、さっき水中の。うん、あれです。ファイヤープクプク初めて見てんけど。ファイヤーバーです。もう慣れたぜ。お、もう慣れた、もう慣れたで。あの、すいません、大きい旗が立ってます、スイカさんの上。フラグ、フラグが立ってますよ。フラグじゃありません。あぶれ、今のもフラグじゃありません。あぶれ、あぶれ、あぶれ、ここ、今の音が飛んでるんです。あ、来た。さあ、ようやくフラグじゃありません。あ、あ、違う、リフトね。そうです、リフトね、リフトです、です、リフトね。あ、あぶれ、あぶれ、あぶれ。懸賞金やばいよ、本当に。正直、プクプクか、おっ、若干やけじゃないですか。プクプク消すか、ジュゲムを一匹消すか、どっちか。両方消してください。両方消してください。それはダメです。あ、じゃあジュゲム2匹消すか、うん、プクプク消すか。多分ジュゲム消えたらめっちゃ脱げになると思うで。あ、でも意外ときついですよ、ここから。じゃあお願いします、お願いします、お願いします、お願いします。はい、あの、カットしないです、今の言葉。ちょっと待ってくださいね。スイカ減ったみたいな。で、カットします。遅いか。じゃあ、ジュゲム消しますね。ジュゲム消してください。はい、もう多分それだけ一気に無限になると思います。どうしようかな。嫌な予感がするな、なんか。これは動画に残す。動画残します、こういう作ってるところも。はい、はい、じゃあまずジュゲムが、はい、ジュゲムが消えました。それは言います。お、おお、ここまでは全然あれですよ。おお、ハンマーブロス2体とか置かないんで。おお、はい、おお、はい、いないです。おお、ここは全然いける、はい、あれ、あ、ドスもいる。ドスはいいですね。マイクちょっとずらして、バブルのタイミングずらしてやるよ。今だいぶ楽、ここは楽になりましたね。あれ、パタパタ減った。いや、減ってないです、多分ポッポポ落ちてるんだと思います。はい、これが増えました。ありがとうございます。
ちょうどタイミングが重なってクリアできました。はい、ここで僕の Y プラン、Y プラン。お、あ、なんで今のブロック。あ、なんかブロックあったやん。はい、ずっとあります。お、ここまではだいぶ今やばい。で、ここで合流して、もうええってお前。ちょっとだけはですね。はい、ふくふく消してください。了解です。もう何も入れないです。もう簡単にします。もうクリアしてもらわないと困ります。困る。はい、マジでお願いします。そんなに、はい、あー、ちょっと危ない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 。もうクリアしてほしいんで。もう中間的な感じでね。危ない危ない危ない。今の初見殺しでしょ。あれ、さっきのは初見殺しやわ。あれ、ブクブクおるやん。いますよ、あの針だけ殴ります。あ、あ、強い強い強い、はい、強い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 。よくないですか、結構。忘れてた。多分これが正しいマリオメーカーの遊び方なんやろな。そうですね。あ、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 いったろ。なんやねんお前。あの花がないとダメです。ダメ。いや、いけますよ。いけるのね、これ頑張ったら。スイカさんならいけます。頑張ったらいけるよね。はい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、音ゲー、音ゲー。パタパタってこんな強かったっけって疑問に思うぐらい、疑問に思うぐらいに。おお、取れた。はい、あ、来たー。来たー。ゴリ押し。おめでとうございます。やったー。最後はなんかさらっといったな。あのゆっくり実況であのゴリ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 ガヤメってつけたいですもん。やったやったわ。いや、ちょっと予想外に時間がかかった。もう50分ですよ。スイカ下手やわ。これで編集してどんぐらいになるか。あの、多分ステージ3が30分ぐらい撮ってるとしたら、はい、20分ぐらいバッサリカットされてるやろうな。そうですね、多分。もっといきます。どうします、スイカさん作ります。いや、いいっす。いいっすか。いい。あ、作る。あ、作ろっかな、俺も。じゃあ、今度僕がプレイします。あの、次回のパートですかね。はい、次回。次回のパート、僕がプレイして、スイカさんが作ります。もう1ステージでいい。1ステージ、いや、2ステージぐらい。オッケーオッケーオッケー、わかりました。すいません、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。